はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はプレーオフ争い中のマリナーズについて話していきますが、シーズン最後の20試合が勝率5割未満のチームとの対戦が続くということで、スケジュール上有利と言われていたマリナーズ。ただ今季最後の敵地10連戦、エンゼルス、アセチックスとの7試合は2勝5敗と大きく負け越してしまいました。ワイルドカード争うライバルチームたちもそこまで勝ち星を伸ばしているわけでもなく、ワイルドカード圏外で最も勝率が高いオリオールズとも残り13試合でまだ4ゲーム差ある状況ですので、まだパニックに陥るような感じではないものの、ただ思っていたよりもうまくいっていないのは間違いないでしょう。シーズン終盤の疲労、この時期になればどの選手も体に何らかの問題を抱えながらプレーしていると思いますが、まあそれがバッティングに悪い影響が出てしまっていたりだとか、あとは今季パワー面でチームを支えたエウヘニオスソアレスが、エンゼルス戦で打球を処理した際に右手人差し指を骨折するアクシデントにも見舞われ IL 入り。骨折とは言ってもそこまで深刻なものではなく、9月27日からのホーム10連戦にもしかしたら DH でなら復帰できるかもと言われているくらいなので、それは不幸中の幸いでしたが、一番いてほしい時期に G のスアレスがいないのはやっぱり痛いです。打線も点を取れる日と取れない日がこのところはっきりしていて、それもまた敗戦の一因にもなっている印象ですね。さて、そんな少し息切れ気味のチームに勢いをもたらすべく、先日トリプル A からジェレット・ケルニックが MLB に再昇格してきました。昨年終盤打線を牽引する活躍を見せ、今季のブレイクが期待されたケルニックでしたが、見事なまでの経験値リセットを見せてしまい、再昇格前の時点で今季40試合で打率1割2分4厘。フリオが手首にデッドボールを受けて IL に入った際にも、ケルニックが一度メジャーに上がってきたことありましたが、この時も24打数2安打とメジャーのピッチャーに全く歯が立たず、フリオの復帰とともにマイナー落ちとなってしまいました。ただそれからまたマイナーで調子を上げて今回のチャンスをつかみ取り、再昇格後初のスタメンとなった9月22日のアセチックス戦ではホームランと同点タイムリーを含む3打数2安打2打点1四球。マリナーズが今まさに必要としていた勢いをこの試合では打線にもたらしてくれました。昨年の9月10月のケルニックも29試合で OPS 8割5分4厘、7ホーマー20打点とクラッチぶりを発揮して、女子高生たちもマリナーズの未来を感じる活躍を彼見せてくれたわけですが、今季もシーズン終盤同じような勝負強さを発揮してくれたら、なかなかチャンスであと1本が遠い今のチームにとっては本当に大きいですよね。実際マリナーズがこのタイミングでケルニックを昇格させるだけのパフォーマンスもマイナーでは見せていました。マイナーの彼のハイライトを見るたびにフォームがコロコロ変わって、1年中フォーム探しの旅に出ていた印象すらあるケルニックですが、最近はあまり手を動かしすぎないシンプルなフォームに落ち着いて、これが今のところ結果を生んでいます。マイナー降格後の8月11日以降のケルニックは打率3割7厘、OPS 9割5分1厘とかなり当たっているのもそうですが、個人的にはアプローチが改善している点が非常に好材料だなと。今季マイナーのシーズン全体では全打席に占める三振の割合が 20.8%、フォアボールの割合が 8.9% のケルニック、特に6月頃はマイナーで三振率が 30% に迫るなど、アプローチにかなり問題を抱えていた今シーズンの彼なんですが、8月11日以降は三振の割合 15.8% に対し、フォアボールの割合が 10.3% とフォアボールを増やし三振を減らしているんですよね。もちろんマイナーでの成績ですし、これまでも AAA のピッチャーたちを破壊しながらも、メジャーではさっぱりのケルニックの姿も見てきていますので、全部を信じていいわけではないと思いつつも、彼のバッティングがいい方向に進んでいることは間違いないでしょう。そんな感じでマイナーで成長を見せ、再度メジャーでプレーするチャンスを勝ち取ったケルニックですが、マリナーズは今ケルニックの活躍を必要としています。というのも今季のAL新人王筆頭候補であるフリオ・ロドリゲスがここのところ腰の具合があまり良くないと、9月17日のエンゼルス戦当初スタメンに入りながら、試合前のバッティング練習中に腰の張りを訴えて急遽スタメンを外れると、この試合を含め3試合を欠場。アセチックスとのシリーズから復帰できましたが、9月22日初回守備に向かっている途中に同じ箇所に再び張りが出たようで、途中交代となってしまいました。マリナーズは次の遠征地であるカンザスシティでフリオに MRI を受けさせるようですが、あまりいい兆候ではないでしょう。フリオ自身初めてのメジャーでのフルシーズンで体との向き合い方を試行錯誤しているようでありますが、腰という箇所が箇所なだけにマリナーズとしては無理はさせたくないところ。フリオがいるかいないかで打線の見た目は大きく変わりますし、特にスアレスも書いている現状ではなおのことそうなので、彼がいないのは本当に痛手としか言いようがないんですが、ただまだオリオールズとのゲーム差もある中でリスクを背負う必要はないのかなと。ロイヤルズとの3連戦が終わった後にオフもあるので、これも含めて4日間休息に当ててもらい、この間ケルニックがフリオの穴を埋めるような活躍を見せてくれたらベストですよね。
またフリオが万全だとしても、マリナーズはウィンカーに代わる外野手のオプションを必要としているため、やはりケルニックのこれからのパフォーマンスは大事になってくるのかなと。昨年オールスターに選ばれながらも今季攻守に精彩を欠くウィンカーは、攻撃面では今季129試合で打率2割1分6厘、OPS6 割7分7厘、9月に入ってからは21日の時点で37打数5安打9四球と、ヒットよりもフォアボールの方が多い有様です。また最近はレフト守備でチームの足を引っ張る場面も目立ち、 DRS-15、 OAA-9 と MLB 全外野手の中でもワーストクラスの成績を並べているのもそうですし、そんな数値を見なくともウィンカーの守備が特にここのところひどいのは一目瞭然です。この遠征中もウィンカーの守備のほころびが失点につながる場面がいくつかありました。サービス監督も1年間我慢して彼を使ってきましたが、さすがに我慢の限界を迎えつつあるのか、9月21日のアスレチックス戦、ウィンカーのミスによる失点が重くのしかかった一戦では、ウィンカーのプレーについて難しいプレーではなかったと、珍しく厳しめのコメントを出していました。一戦一戦が重要なゲームとなっている中、マリナーズのように得点力はそこまでなく、投手力を生かして僅差のゲームを勝たなければならないチームにおいて、今季に限れば打力があるわけでもないウィンカーの守備を許容できる余地はもはやなく、一方でケルニックは今季両翼なら結構守れることを証明していますので、今のウィンカー以上に打てて、なおかつ守れるとなれば出場機会も確保されそう。ウィンカーを対右投手の DH 専門に追いやれるくらい、ケルニックが打ってくれるのが理想です。そして今のウィンカーが残している水準であれば、そのハードルは決して高くはないと思います。ここのオプションとしてケルニックが台頭してきてくれたら非常に大きいんですけどね。チームがシーズン終盤苦しい状況にある中で、ケルニックからすれば今季最後にして最大のチャンスが到来しました。本人も今季はメジャーでブレイクイヤーを迎えるぞと、おそらく意気込んで開幕を迎えながらも、結果的には1年の大半をマイナーで過ごすという悔しいシーズンになっていると思いますが、最後にいい形で終えてほしいです。ケルニックのトリプル A での活躍については逐一チェックして、たまにツイッターでポジっていましたが、そろそろメジャーでの活躍でポジらせてほしい。スターになれるだけの素質を持っている選手ですし、その才能が花開く瞬間をやっぱり見たいですよ。まだメジャーで結果を出せていないので、過度な期待は禁物だと思いますので、ほどほどの期待を寄せつつ、残り13試合どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。